こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。イエーイ。はい、それで無課金、今日は無課金非属性縛り柴犬丸やっていきたいと思います。はい、もう本日の動画といえば、もう皆さん、どの実況者さんも上げてらっしゃると思うんですが、はい、どれや超絶スーパーゴッド S、 はい、10連と魔法石が100個届いてますね。まず受け取りましょうか。はい、はい、受け取って、これは何や、アンケートはいい。はい、はい、魔法石100個受け取りました。はい、それでですね、はい、まあ引いていきたいと思います。何やね、超絶スーパーゴッド S、 引いていきたいと思います。それではまずは開催記念ゴッドフェスからですね。はい、僕ね、やっとイヤホンをね、新調して、めっちゃいいやん。昨日のアンタレスが、発音おかしかったな。やっと初ゲットなんですよ。無課金非属性縛りやん。さあ、ここからが本題です。はい、超絶スーパーゴッド S 10連なんですが、僕の欲しいのは、とりあえずいっぱい引ければいいと思います。はい、10連が経ったらもう欲しいしね。はい、1投目。フェスゲン。マッハも持ってないんですよね、僕。さあ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 。あ、新フェスゲンの方か。メイファン。はい。おー、やっぱりね、無課金アカウントというだけあってね、めちゃくちゃ開くんすよ。で、僕、非属性、あ、メリディス。非属性以外ね、育成をしないので、武器を作るとき以外は、めちゃくちゃ多分パターンってなると、ヨグってこの前非属性になったの違ったっけ？はいはい、毛利元就。はい。あい、4連。ちょっと待ってよ、4連はないて。ぜひね、皆さんもね、何回引けたとか、教えてくださると嬉しいです。今、14連目ですね。さすがにこれは、で終わりは嫌やで。はい、はい、はい、おお、え、もう終わり。あ、ごめんなさい、僕、システムも全然分かってなかったです。最低何年とかあるんですよね、多分。ひーやん、やったやん。もう、こういうのが欲しい、こういうのが欲しいんですよ。で、スキブ武器でしょ、このスキブ2個。いやー、でもね、本体として使うかなー。はい。さ、これで20連目ですね。はい。4通は来るんですかね。なんか、声裏返ってますね、ちょっと。昨日めちゃくちゃ疲れたんで。はいはいはい。はい、はい、はい。あ、ちょっと、火の実出現とか、お願いします。非属性の出現。木で、ちょっと何やったっけ。コンフラート劣化剣。お、これはいいですね。これは非属性の武器はいいですね。いいですね。はいはい。あー、かっこええ。イケメンの明智くん。はい。はいはい。やっぱりちょっと、神結び。はい。神結びは持っております。持っております。はい。これもしかして、あれかな。6連かな。6連やったっけ ?3 連やったっけ ?5 連めちゃくちゃ欲しかったんですよ、この5連ガチャドラ。5連ガチャドラね、めちゃくちゃ欲しくてね。このね、あ、ドットになったんやって、そういえば。この L 字でヘイストっていうのが武器がめちゃくちゃ欲しかったんですよね。はい。では、はい。これで、14、6、20、25連ですね。25連目。これで最後かな、多分。25か。ちょっとこれ少ない方ちゃう？もしかして。はい。はい。はい、はい、はい。あー、まだあった。よかった。なんか今日デコ広いな、なんか。はい。はい。はい、これで28連目ですね。もしかして、最初これ。最初やったら嫌やん。そんなん嫌やん。はい、はい、はい。あー、これ多分最初や。あー、
と76の光のローレンス。ローレンス。ちょっと用事がないですね、この人には。はい。いやー、ネデカ。まあまあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。クリスマスガチャもね、あるんでね。はい。石を温存したいところですが、ですね、僕はね、もう、どうして、あ、ちょ、待って、まだ説明すんねん。どうしてもね、このね、ドラマーさん、RAS のドラマーさん、欲しいということで、これもね、ちょっと弾いていきたいと思います。まあ、見せんでもいいと思いますが、一応、購入歴無料配布分103個でございます。このね、アカウント、RAS メンバー一人も加入しておりません。このアカウントに。それは由々しき事態でございます。5連なんてちょっともったいなくて弾けないんで、はい、そちらからもう一回一回楽しんでいこうと思います。ロセちゃん。ロセちゃん。私の本気、見せてあげる。いやもうこの調子でね、ベースといえば、低音ね、加えるという意味でドラマーがついくるんではないでしょうか。ちょっとマジでね、このアカウント火属性のね、龍楽師全体で見て火属性が一人もいないんですよ。火属性芝居でやってるのに、あ、テオール引いた、この前。いやー、ちょっともうなんか釘刺されてんの、なんなんやろこれ。ちょっとわかんないですね。はい、ちょっとほんまこの充電ね、もう今のタイミングでね、100個使っちゃうのはね、もうアホだと分かってるんです。アホだと分かってるんですけどね、バレリアちゃん欲しいんですよ。どう頑張っても欲しいんです。いやどう頑張っても欲しいんですってなんかおかしいですけど、ミルちゃん、いや続々と RAS メンバーが柴犬丸に加入していただいているということで、ここはね、ドラマーをね、欲しいんですよ。いやー、マジで、あとボーカリストとドラマーだけやねんけど、ちょっとこれはって、ちょっとそれはね、ちょっとね、もうここまで来たらもう集合しようか、みんな。集合。なんかもうほんまに非属性一人もいいんな。どないなってんのこれ。ほんまに。あ、ごめん。テオール引いたんやった。いやー、そこはちょっとご遠慮いただいて、ちょっと用事ないんですよね。このアカウントでは。ちょっと用事ないかなーというところで、あと2回しか引けへんよ、もう。また魔法石で突っ走ってろよー。夜勤。いやー、ちょっとここのタイミングで金はやめてくださいって。金卵にこそね、用事がないんですよね、僕。はい、あ、そう、ここまで来たらドラマ、なんで止まっちゃうかなー、もう。いやー、ルティナちゃん可愛いけど、いや、本当にね、無課金ね、属性芝居でやってるんで、なんか、ちょっと特殊な訓練を受けてるんで、嬉しいんですけどね。じゃ、結果お見せしましょう。はい、この今日の結果、アンタレスからですね、なんか、こう見るとね、無課金、非属性縛りでやってるのに、全然非属性おらんやないかい。全然、非属性のフェスゲン自体がね、ゼロなんですよ。どういうことでしょう、これは。なんということでしょう。トゥーン、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 っていうような感じでした。はい。いやー、100個使っちゃったか。もうちょっとね、もう、うまいことね、出る予定やったんですけどね、もうガチャの引き方が下手くそでした。じゃあ次はね、RAS メンバー、ボーカリストめちゃくちゃ弾いてるので話題の、長老アカウントの動画を撮っていきたいと思いますので、柴犬丸はこれにて、終わりといたします。皆さんもね、何が出たよとか、100個何に使ったよとか、何に使うよとか、よろしかったらコメント待ってます。はい。あと動画の評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、あとツイッターのね、フォローも、僕ツイッターのフォロワーさんが、少ないので、はい、よろしければフォローしてください。
それではね、はい、また次回お会いしましょう。多分今日は2本上がります。はい。それでは。